了解。敵艦隊の編成は大型戦闘母艦、装甲ミサイル艦、高速突撃艦、例の大型戦闘機ヘルハウンズ隊の紋章機もどきだ。さらにレーダーが大型艦の存在を捉えている。間違いない、エオニアの機関だ。もう一度作戦内容を確認するか。任せてください。シャトヤン様のおかげであの翼が出せるようになったんですから、負けるはずないです。こっちはいつでも OK よ。紋章機の 100% の力見せてあげる。それじゃあ最後の大暴れと行こうか。絶対に負けません。おっしゃらなくても分かっていますわ。私ならご心配いりません。はい。了解。司令、敵の機関から通信です。まだ抵抗を続ける気かね。エルシオールとエンジェル隊の主官、こちらの力は十分分かっているはずだ。勝てると思っているのか。プレッシャードヤーン、今回私のことは拒絶しておきながら、なぜこの者たちには白き月の技術を与える。私が与えたのではありません。彼らはロストテクノロジーに選ばれたのです。エンジェル隊は白き月のロストテクノロジーの結晶である紋章機に選ばれたパイロットたち、そしてマイヤーズ司令はエンジェル隊がその翼を委ねた人物、その人々を白き月を預かる私が信頼するのは当然のことです。お前たちは何も分かっていない。ロストテクノロジーにはもっと有効な使い道があるのだ。金々を持っている。優れたロストテクノロジーの力をなぜ広告の外に向けて使わないのかと。トランスバール広告が現在の領域を形作って以来、歴代の皇后たちはその維持に努めるばかりで、それ以上に半島を広げようとはしなかった。私にはそれが歯がゆかった。広告の領域を広げればさらなる富と栄華が手に入るものを。白き月のロストテクノロジーを使えば、それはいつでも実現できるはずだった。数百年もの時を無駄にしてきたようなものだ。5年前その考えを皆に理解させようとしたのだ。その結果待っていたのは辺境への追放だ。運命とは皮肉なものだ。名もなき星々をさまよううちに、
私は黒き月を見つけたのだ。この黒き月こそが何よりの証拠だ。広告の外にはまだ数多くのロストテクノロジーが眠っている。私はそう確信を得た。白き月と黒き月、二つの月の技術をもってすればその探索はさらに容易と、王国は飛躍的な発展を遂げられるのだ。かつて銀河に覇を誇っていた旧文明の再興すらも可能に違う。ロストテクノロジーの力さえあれば。ここまで行ってもまだ理解できないのか。ダンスバール公国は今こそ永遠の楽園として生まれ変われるのだ。廃墟の楽園として、あ、いい加減に目を覚ませ。貴様のしていることは理想に名を借りた過去への復讐に過ぎない。貴様が願うのは王国の人々の幸せではない。人々の幸せを思わぬ貴様に王を名乗る資格はない。いいだろう。力ある者が未来を作る。力ある者だけが理想を成し、力ある者こそが後の世に正義と呼ばれる。我が名はエオニア。トランスバールの歴史の前に我が力を示し、その名を永遠に刻み込んでくれようぞ。通信切れました。エオニア軍、移動を開始しました。いよいよだな。広告の命運はこの一戦にかかっている。頼むぞ、ワイヤーズ。私にできることはここまでです。どうか無事に戻ってきてください。よろしくお願いします、マイヤーズ司令。ご分を。エンジェル隊のみんな、この戦いの間にいろいろなことがあったな。ピクニックしたり、お花見をしたり、なんかいつもドタバタしてた感じだったけどね。そうですよね。あちこち駆けずり回って、ああ、でも楽しい旅だったね。あとはこの戦いに決着をつけるだけです。君たちがいたからここまで来れた。感謝して。さあ、最後の戦いだ。エオニア軍を叩き潰すぞ。
私にお任せください。きっとお役に立ってみせますわ。私がここにいられるのはタクトさんのおかげです。今度は私がタクトさんのために力を尽くす番ですわ。2番機攻撃を始めるわ。ちぇ、外れちゃった。そエルシオールは必ずお守りします。今度は指揮に世界にさせて、これより攻撃に移りますわ。私の力ご覧そばせ。撃たれましたけれど、この戦いを終わらせて、なんとか回避できました。平穏な生活を取り戻しましょう。うそ、攻撃が外れた。回避された。前よりも機動性が増しているの。また被弾したか。こうでなくちゃな。回避、そろそろ限界か。だがギリギリまで戦い抜く。了解ですわ、エクトさん。あっ、この俺が破れるとは。やむをえん、交代だ。攻撃、フライヤーの感度も良好ですわ。効いたみたいです。今日はうまく戦えそうです。あの攻撃をかわしたのか。僕まで惚れ惚れするよ。回避された。タクトさん、他の皆さんの状況はいかがですか。回避した。成功。敵に避けられちゃった。次は当ててみせるわ。当たった。どうぞお待ちください。次行くわよ。今の私は気合十分ですわよ。大当たりです、タクトさん。次もこの調子でいきます。敵を確認した。4番機攻撃を開始。ベルモット交代する。敵に回避されました。被弾箇所増加。まだ沈黙には遠いな。少し今は引くだが、次は必ず。お前たちは最高の相手だ。攻撃外れました。さらに攻撃を回避できました。今度は命中させてみせよう。おっと、狙いが逸れてしまったよ。はい、了解しました。ラッキースター、了解。よし、命中。今のを回避するとはさだね。さすがだね。他の皆さんの状況はいかがですか。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。了解、あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。ハーベスター、了解。言われなくても分かってるわ。ハッピートリガー了解。了解、了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。はい、タクトさん、目標に到達いたしました。攻撃を開始しますわ、タクトさん。行きます。ハイパーカノン。なんかここで散るのは美しくない。残念だが僕はもう失礼するよ。ラッキースター、了解。どうぞ。目標を撃破しました。攻撃が外れた。やりましたわ、タクトさん。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。言われなくても分かってるわ。ハーベスター、しまった。攻撃開始。人気はかわされたよ。許さないわよ。いけ、はい、了解しました。了解、ハーベスター、了解。俺、白キツキの犬め、必ず返すぞ。ラッキースター、了解。了解。
ハーベスト、そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。目標の勝利を完了しました。敵を確認した。かわされたか。次は外さないよ。よし、命中。狙い通りし、狙いがそれだよ。どうかお任せ。もう一度行ってくる。今の私は気合十分ですわよ。今の攻撃は効いたようですわ。この調子で参ります。そんな攻撃当たるもんですよ。教えてあげますわ。はい、ドクタさん、お任せください。ハッピートリガー了解。この距離で外すなんて。でも今度こそ。それでも食らいだ。ストライクバースト。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。うまく当たっています。敵を破壊いたしました。やっと戦いらしく。タクトさんの指示のおかげです。貴様、もっと見せてみろ。4番機攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。今の攻撃は少し効いたぞ。さすがは白き月の申し子。はい、タクトさん、お任せください。今の攻撃をかわすと。はい、タクトさん、撃たれましたけれど、なんとか回避できました。あーもう、なんで当たんないのよ。プレイヤーたち、目標を撃破しました。やりましたわ、タクトさん。タクトさん、行きまーす。あの弾幕を回避した。ハイパーキャノン。想像以上です。そんな攻撃当たるもんでした。私の攻撃を回避した。やりました、意外と素早いね。はい、了解しました。了解。撃たれましたけれど、なんとか回避できました。そうでなくてはうち。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。ハーベスター、被弾。奴らの紋章機の力がこれほどと。交代しろ。回避しました。以前までの機体なら被弾していたでしょう。うまく。ダクトさん、見て。狙った箇所に正確に当てられますわ。これが最後の戦いです。はい、ダクトさん、機体強度が低下。ここからが正念場ですよね。参りますわよ。フライヤーダンス。了解。目標に到達いたしました。攻撃を開始しますわ、ダクトさん。敵の攻撃を回避したわ。ハーベスター、目標の修理を完了しました。敵機関および大型戦闘機、交代していきます。無人艦は全滅できたが、肝心の奴らにとどめはさせなかったか。逃がすものか。エオニアを追撃する。安定しました。エネルギーはあと10分ほどでチャージが完了します。了解。くっそー、なぜあいつらに勝てんのだ。あの翼のせいでエンジェル隊の紋章機の方が性能で上回っている。光の力を借りると、なんて卑怯な奴ら。今のままでは勝てんな。冷静に分析してる場合かよ。これじゃ負けちゃうじゃん。ともかく一旦引くぞ。ノアノア、黒き月なら僕たちの紋章機をさらに強化できるかもしれない。なんだ。敵だ。後方から新手の敵が。レーダーでキャッチしました。この識別信号は友軍のものです。
友軍から通信。ルフト重傷です。アクト、待たせたの。たまには年寄りにも見せ場をよこせ。それよりも協力して敵を追い詰めるぞ。いかんな。ノア、体勢を立て直そう。ヘルハウンズ隊を黒き月に収容してくれ。ノア、なぜ返事をしないんだ。聞こえないのか、ノア。何をしている。聞こえているわ、お兄様。でもちょっと待ってて、今からとびっきりの舞台が始まるから。なんだと。黒き月、応答せよ。我々を回収してくれ。なぜ返事をしない。俺たちを見捨てる気か。早く援護を。このままでは撃墜されてしまう。ここが死に場所か。やだ、死にたくない。死ぬのは嫌だ。本当に？本当に死にたくない？ノア、今まで何を？質問に答えて。死にたくない？当たり前だ！早く何とかしてくれ！エンジェル隊に勝ちたい？者である僕がこんなところで終わっていいはずがない。そのための力が欲しい。無論だ。俺に奴らを倒す力をくれ。どんなことをしても滅びを与えるために手段を問うつもりなどない。その言葉が聞きたかったの。その絶望と執着心、それでこそ人間よ。モゾミドアに、お前たちには力をくれてやる。これで私の最高傑作が誕生する。どういう意味だ。それにその声、お前は何者だ。単なる部品であるお前たちは、教えたところで拉致もない。さあ、好きなだけ踊るがいい。黒き翼で死の舞を。奴らもパワーアップしたのか。どうやらそのようだよ。だけど、なんか変な感じです。紋章機から変な感覚が流れ込んでくるんです。あれ、なんだか怖い。敵の機体の中に生命反応はあります。
私の勘が正しければ、中に乗っている連中もう死んでるわ。彼らの魂はすでに彼ら自身のものではない。私たちの紋章機がそう教えてくれています。奴らは機械に取り込まれちまったんだ。いや違う、機械が奴らを飲み込んだ。なんておさましい姿。あんなものが同じロストテクノロジーだなんて信じられませんわ。いい、おそらくあれが黒き月のロストテクノロジーの本性。Thank you.